魔族と人間の間に生まれた少女ソニアは、閉ざされた心が癒されることもないまま、悲しい兄弟の戦いの中で散ってゆく。ゆっくりと開かれた闇の王城ベルゼリア城の門の前で、誰もが言葉少なだった。とも、ローガの無言の悲しみを心に感じながら、エルウィンは打倒ボーゼルを深く心に誓うのである。ソニアは死んだか。もっとできるやつかと期待したが、思ったより使えんな。所詮裏切り者の産んだ子供というところか。今頃はあの世で私が殺してやった父親と会っていることだろう。ボーゼル、てめえ今何と言った？ソニアの親父をやったのはてめえだったのか？だったらどうしたというのだ？この外道がソニアの仇だ。俺がぶち殺してやる。もう後がないぞボーゼル、お前の野望もここまでだ。ふん、虫けらの分際で。ボーゼルよ、よくぞ我が帝国のためにアルハザードを復活させてくれた。ありがたく使わせてもらうぞ。何を言うか。アルハザードは我が手にあるのだぞ。その剣を握っていられるのもあと少しの間だけだ。アルハザードは陛下のためにもらい受ける。面白い。儀式の疲れも癒えた今、人間ごとき取るに足らん。アルハザードの力、その身で味わうがいい。いでよ、我が下僕どもよ。すごいや。一度にこれほどの魔物を召喚するなんて。見たか、これぞ魔剣アルハザードの力。人間ごときが勝てるものか。忘れてもらっては困る。我々にはラングリッサーがあるのだぞ。笑わせるな。光の末裔の揃わぬラングリッサーなど生くらな剣に過ぎん。我々の力が光の末裔に及ばぬかどうか、その身で確かめてみるがよい。ならば見事ここまでたどり着いてみるがいい。天空をめぐる星々、剣
天空を巡る星々よ。光の末裔に頼らずとも、我が帝国の力で闇は葬る。このベルゼリアの最深部に到達できたことは褒めてやろう。だがここは侵入者を撃退するための間。お前たちはここに足を踏み入れた時点ですでに敗北しているのだ。さあ我が下僕どもよ、思う存分奴らと遊んでやるがよい。たける炎の力よ。灼熱の炎で全てを飲み込み、我が敵を撃て。永遠に覚めない夢を見せてあげる。我が敵を撃て。おとなしく闇に帰れ。私の美しさは永遠に。かの者に風のごとき軽さを。消えな。私に盾つくとは
身の程知らずが。私の強さがあるのか、この目に焼き付けな。やめろ。愛する娘と妻のためにも世を乱す奴は生かしておけん。後悔しても遅い。もうこれ以上は。貴族の私に下民どもが何用か。くそ。敵を撃て。
うわー血が、血が足りない。内向の矢、スキンアテル。切り捨てごめん。た、いや、やるな。敵を撃て！まさかここまで来るとはな。しかしこれより先に進むことは貴様らの死を意味する。それはどうかな。オイラだって随分強くなったんだ。お前らなんかに負けないぞ。どうだ、オイラだってやる気をやるんだぞ。どう、ここまでたどり着いたのは褒めてやろう。だが、ここまでだな。我が敵を撃て。
の血で決勝しようじゃないか。いやいや、不死身の私が。おお、これがラングリッサーによる力だというのか。アルハザードを得た我が闇の軍勢が私一人になってしまうとは、侮れぬな。ボーデル、お前の命もこれまでだ。アルハザードの進化はこれからだ。貴様が陰で国々を操り、戦乱の世を招いていたことは知っている。人の世を乱す諸悪の根源はここで立つ。おお、人間不正が闇の王子たるこの私を倒そうというのか。虫けらが、貴様の命もここまでだ。貴様、雷光の矢よ、地球あたり。閃光よ、ほとばしれ。よくもソニアを騙して利用しやがったな。妹が死んだぐらいで大げさなやつだ。なんだと。ついでに面白いことを教えてやろう。貴様らの住んでいた村に疫病を流行らせたのもこの私だ。そのせいで、そのせいでソニアはただ魔族の血が混ざっているという理由だけで村の者に疑われ、村を追われたんだぞ。もう一つ教えてやろう。魔族とのハーフであるソニアが怪しいという噂も、私が人を使ってやったことだ。人間とは愚かなものだ。それだけのことでソニアが疫病を流行らせたと信じ込むのだからな。あれは全て、てめえが仕組んだことだったのか。てめえだけは絶対許さねえ。怒れ、恨め、感情のまま闇に落ちるがいい。面白かった。あっ、なぜだ、なぜこうも私の野望が、なぜだ。
私が人間ごときに。人間を舐めるんじゃねえ。確かに俺たち人間は愚かで弱い生き物だ。だが人間にはどんな苦境からも立ち上がれる希望がある。自分を信じ支えてくれる友がいる。信じぬ、信じぬぞ。私はまだ負けてはいない。アルファザードよ、今こそその力を我に。なんだ、体が溶けてゆく。魔力が剣に吸い取られ。なぜだアルファザードよ。アルファザード一体どうなったの。二式で疲労した体がアルファザードの力に耐えられなかったのだ。愚かな奴め、無理に力を解放しようとして逆に剣に吸収されるとは。バカな奴め。よし、これで闇の脅威はなくなった。あとは大陸を統一するだけだ。ラングリッサーにアルファザード、この剣の力があれば大陸の統一は叶ったも当然だな。大変です、レオン様。どうした、レアード。光の末裔の残存部隊に二人の巫女を連れ去られてしまいました。申し訳ありません。ディアナとラーナオか。まったく、意外としぶとい連中だね。それはまずいな。あの二人がいなければ再び魔剣を封印することは叶わぬ。せっかく解いた封印をもう一度するの。そうだ、大陸を統一できれば闇の力を持った剣など不要。悪用を避けるために封印し、存在自体を消さねばならん。そのためにラングリッサーを手に入れたのだからな。強大すぎる力を持つ者は戦乱を招く。それは今までにも何度となくあったことだ。我々帝国は同じ歴史を繰り返す愚かな真似はしない。ともかく二人を取り戻さねばならん。それも早急にな。わかった、とにかく急いで立とう。この程度造作もない。